気候の方がなんか、1ヶ月前に確かクールビズの話をしたときに、環境部長が寒々とした、風邪をひきそうだという中でクールビズの格好をしてたことを思うと、まあ、なんという、気候の変動の激しさだろうと思うんですけども、まあ、後ほどちょっとお話します。ドイツなんかはもっとひどくって、私ども着いた日は最高気温が31度とか2度だって、で翌日も31度あって、その次の日は18度とか9度、最高気温がですね、最高気温だけで十数度1日2日で、もう翌日からあっという間に変わっちゃうというね、やっぱ大陸はすごいんだなと思いました。まあ、こっちもそんな中で、ずっと、6月の下旬から暑い日が続いてて、雨降らない梅雨という感じになってます。今までにない、気候なので、この後農業やらいろんな、生活面の影響がちょっと心配だなと思っております。そんな中で、7月1日から3ヶ月間皆様方に先月、お話をさせていただきました豊橋節電夏の陣2011を、実施しております。本日はそういった意味でトリプルクールビズの一環としまして、私たちもが、シティプロモーションのええじゃないか豊橋の、ロゴの入ったポロシャツを着用させていただいております。なおこのポロシャツは職員に販売したんですが、販売代金の一部を義援金に充てさせていただき、それ被災地の方に送るというそんな仕掛けにもなってございます。ロゴがこう縦で書いてあるやつが今年バージョンなんですね。で横に入ってるやつが去年バージョンかな。で私も迷ったんですけどね、白と赤しか去年のはなかった。今年はもうちょっとおしゃれな色があったんです。じゃあ今年のって言って、私は今年、みんな今年の着てるのかな、みんな今年のですか。だから去年買わんかった人もたくさんおったってこと。まあそんな風にさせていただいております。この他にも、実は同じ時期にポロシャツという意味では今夏に冬の話すると怒られるんですが、冬季国体の、公式じゃないのか、非公式か、なんだあれ、公式ポロシャツというのもあって、場面によってはそれを着ていくこともありますので、冬季国体は冬季国体、国体の愛知国体のロゴが入っているやつなんですけどね、ここが違いますので、見分けていただけたらありがたいと思います。さて津波の関係、地震津波の関係でございますが、4月下旬に対策検討部会を設置しまして、その中に、挙げておりました地域への、住民に向けての津波説明会でございますが、当初は5月からということで、おったんですが、地元の自治会等々の調整で結局6月と7月になりました。6月に吉田潟校区、室校区、杉山校区、津田校区の4校区、そして7月に入りまして、前芝校区と順次実施をしてまいりました。また、牛川校区とか石原校区などいくつかの校区では、自主防災訓練も実施されてございますし、報道されました下地小学校などでも、学校としての、訓練の中に、津波を想定したものを取り入れるというふうに、進んできております。住民の方々の中の、防災意識もそういった意味で随分高まってきているなと思っております。そして市といたしましては9月1日に総合防災訓練が、例年通り行われますが、これまでは、地震によってということを大きく想定しておったんですが、その中に沿岸部の校区を対象にいたしまして津波の防災訓練、避難訓練も加えていきたいというふうに思い、それを想定したものとして準備を進めているところでございます。また詳細は多分8月に入ったらお知らせができるかなというふうに思っております。それでは今後のイベント等でご紹介させていただきたいものをという思いますが、まあ、7月というと恒例のイベントが多いので皆様方もご存知のものが多いかなというふうに思っております。まず7月の15日から17日はご承知のとおりそこの、吉田神社の祇園祭りでございます。今回はこれまでにも、法参会等から案内がありましたように東日本大震災被災者支援という、銘を打って、花火を打ち上げるときの東北のお祭りがなくなっちゃって減ってきてますので花火師さんが、の仕事の確保等も含めまして東北の被災地の花火業者から花火を購入する
ための花火のスポンサーというのを募集しておりまして、被災者の地域を応援するそんな花火の打ち上げも、あります。市役所からもだいぶどれくらいかな、どっかで誰か数字分かったら教えてもらえたら後でいいんですけども、職員みんなで乾杯しまして、打ち上げ花火の、提供させていただいております。その他、初日の夜は手筒花火です。そして最終日はいわゆる、お祭りとしての公式の行事等がありますので、ぜひ、お楽しみをいただけたらというふうに思っております。それから夏休みに入ります頃、7月15日から9月の11日まで、図書物公園の中の、自然地博物館では面白サメ博、もうすでにポスターがところどころに飾られてますかね、これを開催していきます。サメっていうのはご承知の通り、ちょっと変わった生き物、どう猛の 歯も中に何列もこう実は並んでて、前の歯がダメだとどんどん入れ替わって出てくるというようなそんな、動物っていうかでございます。剥製やらまた巨大なホオジロザメの顎の標本とか、また史上最大のサメでありますメガロドンというサメがございますが、それの頭部の復元模型などを展示しまして、4億年という歴史、長生きをしている海の王者サメの魅力と驚きを紹介していきたいなというふうに思っています。これまた会場式等で現地ご案内できることがあると思いますので、ぜひご覧いただけたらと思っております。そして海の日の7月18日は今年も港フェスティバルを開催いたします。今年の目玉というか新しいものは、いくつかあります。フラガールが、来てくれて、サテライトと本会場と両方で踊っていただけるダンスショーがありますし、海洋少年団のカッターの、デモンストレーションも、初めてあります。それから恒例の、ドイツマーケット等が、ありますし、伊勢湾フェリーの船を使った、見学会とか遊覧船による三沢港クルーズ等もあります。例年のようにカモメディア周辺と、駅前のサテライトの2会場で開かせていただきますので、取材そして、個人的にお楽しみも含めてしていただけたらと思います。それから、昨年度から始まりました、豊橋青少年オーケストラキャンプ2回目になりますが、今年もライフポート豊橋で、中学生高校生を対象に、指導を行っていただきます。今年は7月の20日から23日の土曜日までの4日間でございます。ドイツの、ブランデンブルグ国立管弦楽団フランクフルトというところの、首席奏者を中心とし、またそこの、指揮者を、によります、指導、そして最終日には、全員が参加する形での、コンサートも予定しております。昨年、コンサート聞いたんですけれども、うちの豊橋の中高生がこんなすごい音を出すのかというふうに、正直驚きを持って、聞きました。確か演奏終わった直後、あれはブラスじゃないや、ドボルザークの8番やったんだっけの4楽章やったんだね、第4楽章をやったんですけど、監修総立ちだったというふうに記憶しております。今年はそれの経験をもとにより一層、子どもたちもそして教える側も腕を磨いてということになると思いますので、音楽の好きな方は特に、そうでない方もぜひ一度覗いていただいて、子どもたちの成長の姿、すごさ、そんなものを、見て聞いていただけたらと思います。ユースオーケストラの演奏もそこで習った曲だけど全然別物だったもんね、やっぱり、やっぱりすごいな、プロの力、そしてそのプロにわずか3日間しか習わないわけですけど、その3日間集中して、覚えて身につける子どもの、その吸収力のすごさっていうのが強く感じたイベントでした。今年も、やりますのでぜひよろしくお願いします。そんなところが今月の主なイベントですけど、いずれにしましても夏休みに入りますので、子ども向けのものは
動植物公園、そして、子ども未来館、自然史博物館、地下資源館等々、さまざまな施設で、いろんな催し物をやっております。ちょっと時間があったらフラッと寄っていただくだけできっと楽しめるし、新鮮な発見があると思いますので、暑い中といっても名古屋よりは 2,3 度低いですから、ぜひ歩いていただいて、気になることあったらご質問いただいても構いませんし、記事にしていただけたらありがたいなというふうに思います。さて最後に28日から、この月曜日の4日まで私と、議長、そして文化新聞部長、それから、日独協会のメンバーで8名で、ドイツ・ボルスブルク市を中心に訪問してまいりました。簡単に、様子を、挨拶の中でさせていただけたらというふうに思います。先ほどお話しましたように28日に朝立ちまして28日の、午後向こうに着いたんですけど、フランクフルト30度を超える暑さ、機内の放送では31度と言っておりましたけど、空港の中も人混み、まあ日本で言ったら羽田並みに混んでおるわけですから、大変暑い状態でした。でそこから空路乗り継いでライプチヒまで行きまして、ライプチヒもやっぱり夕方でしたけどまだ暑かったです。で翌日もライプチヒに寄ったんですが30度を超えてました。ライプチヒでは、実はゲバンタハウス交響楽団が来た時にライプチヒの市長さんが豊橋に泊まられて、で豊橋で実は内耳炎だ、中耳炎かな、なんか耳悪くしちゃって、それを私たちが朝耳鼻科運んだりしていろいろ助けたご縁もあり、ブランデンブルグじゃない、ブランデンブルグじゃなくてゲバンタハウスを聞かせていただいた、聞いたご縁もありで、で、まあ、先方からぜひ寄ってくれということもあり、ライプチヒの動物園は、まあ、世界でも冠たる動物園であることもあり、いろいろ勉強させてもらうのと、訪問をしてまいりました。旧東ドイツの町ですけども、やっぱり統一されてから復興がすごい勢いで、今、BMW の工場があったり、しておりまして、東ドイツの諸都市の中では非常にうまく復興が進んでいる町だ。でもやっぱり失業率は高いというお話です、ね。市内はトラム、路面電車ですね、まあ、至る所縦横無尽に走ってますが、まあ、年間20億ぐらい足出してると言ってましたので、やっぱり公共交通維持するのはどこの国においても大変だなと思います。ライプチヒの動物園は非常に上手に自然に残ってた森屋なんかも使っておりますし、地域では動物園ってやっぱり教育の子どもの学力という意味だけじゃなくて、いろんな教育の拠点であるということ、基本であるということもあって、大変入場者が多くて、自前で経営が成り立っているそうです。新しい施設やなんかインフラ作るときは、公共の投資がありますが、ランニングコストは全部賄っているということで、大変いろんな意味で参考になる、動物園でした。で、その日の夕方、ベルリン行きまして、ベルリンでは、新与大使、在独全権大使ですね、の新与大使に、お会いしまして、まあ、豊橋は日独の関係では、日本で一番いろんな意味で交流が深い町だということもありまして、大使からぜひ寄ってくれということで、大使の公邸で、大使館の中で、夕食会、ドイツに在住しております多くの人たちをお招きした形でもしていただきました。その中で、大使から先ほどお話しましたように、日独の関係の中においては、豊橋市は突出した、活動をしていただいている、非常にそれがドイツにおける日本のプレゼンス、の発揚に大いに役に立っていると、貢献していただいているという旨の、お礼の挨拶がございました。またその中で、明日からは20度以下の寒い日になりますよと、言われまして、翌日起きましたらその通りでございまして、いきなり18度19度の世界、最高気温でですね、朝起きた時は12、3度という世界がやってきておりまして、幸い誰も風邪ひかずに乗り切りましたが、快適というよりはちょっと寒い、そこからあったら寒いドイツ旅行になりました。翌日ベルリンからドイツ国鉄に乗りまして、いわゆる ICE ですね、インターシティエクスプレスに乗りまして、ボルフスブルグまで行きました。当初の旅程、スケジュール時間ではおよそ4時間で着く予定が、ドイツの国鉄はよくあることだそうですけども、ルート変更がありまして、途中寄らない駅までできちゃったんですが、我々ボルフスブルグは、ちゃんと寄る駅だったものですから、そのまま、
乗っていきましたが、1時間遅れにつきまして、じゃあそこはいいんだ、その時は遅れじゃないんだ、その日は普通に1時間でまともに着いて、ボルツブルクに着いて、友好都市間としてのお互いの、なんていうかね、協定というか、協定を結ぶ、署名式典をさせていただきました。で、その署名式典の中では、やはりボルツブルク市の市長からお話がありました中で、ボルツブルクは実はフォルクスワーゲンの城下町、日本でいうトヨタ市、トヨタの城下町はトヨタのような町、もっとすごいですね、実はボルツブルクのワーゲンの工場は4万数千人働いております、そのうちの半分がボルツブルクに住んでいる人の従業員で、ボルツブルク の市の人口はおよそ12万人です。だって、まあ、かなりの割合で何らかの形でフォルクスワーゲンに関わっている方たちだという、そんな町でございますが、そういった町ですので、今をときめくワーゲングループの本座ということで、日本の多くの町から、友好協定等々を結びたいという声がかかるんですが、豊橋市と引き続き約束するまでは他の町は一切受け付けませんということを私どもは申し上げてますということをお話を賜りました。大変嬉しいと同時に、私たち豊橋市もきっちりお付き合いをし続けていくことが、フォルクスワーゲンという会社を通じての私たち日独の大変大きな、橋渡しになっていくんではないかなというふうに強く感じて署名をさせていただいた次第です。当日は実は夜はドイツの女子のワールドカップ、今ドイツで開かれています、ドイツ対、どこだっけ、アフリカのどっかの国じゃない、どこだったっけね、忘れちゃったね、アルジェリア、違うね、試合があったんです。で、ちょうどパブリックビューイングっていうのを、日本と同じようにやってました。あの夜店状態のパブリックビューイングでして、みんなでドイツですからビールガンガン飲みながら、夜店の主役はビールと、ソーセージ、そういう世界でのパブリックビューイングを私どもも、見学しながらビールを飲ませていただき、ドイツの応援をさせていただき、これでドイツが予選で1位になって、日本が予選で2位になると、次の準々決勝は実はボルツブルクだねっていう話をして、その時僕らはまだ日本は勝つつもりでおりますから、いや日本1位になるからその後の準決勝で会おうねとか、そんな話をしてきたんですけど、昨日の結果見ますと、昨日というか今朝の結果見ますと、どうもボルツブルクで今度はやることになるということで、常日頃はあのブンデスリーガで、日本のキャプテンの長谷部が実は活躍している競技場で、女子の準々決勝が今度日本対ドイツであると、地元におる日本人の方たちに聞くと、どっちの応援するか非常に困っているという話がありました。日本に行ってくださいというお願いをしてありますので、ぜひ日本、多分日本に行ってくれると思います。そして翌日、ボルツブルク市の7月1日になりますが、市政73周年記念日の式典がありました。私ども参加していただくと同時に、冒頭の市長挨拶の中で、日本の大変大切な町豊橋から、デレゲーションが来ておりますというご紹介までしていただき、ボルツブルクの中での豊橋市のポテンシャルプレゼンスが、大いに高まったのではないかというふうに思っております。そしてその翌日、ボルツブルクを出てからケルンまでの電車が遅れたんだね。4時間で行く予定、8時15分ぐらいに出てった電車が、30分ぐらいから出てった電車が12時半ぐらいに着く予定がルート変更になってて、突然、これはドイツバーンではよく、ドイツバーンではよくあるという話らしいんですが、12時半の予定が13時過ぎに着きまして、アバクってホテルに荷物を置いて、ランクセスという、元バイエルから別れた会社ですね。で、バイエルの時代から豊橋に実は明美におる会社、その会社に訪問させていただきます。さっきのワーゲンも実は会社を訪問させていただきます。同じようにランクセスの、工場見学等をさせていただいております。そしてケルンでは、先ほどご挨拶しました象の飼育の関係で、ケルンでは実は10数頭の象を一度に飼って集団飼育という形で、大変上手に、象の、繁殖に成功しております。その繁殖プロジェクトを一から立ち上げ、今もその中心的な役割をしております獣医さん、飼育員兼獣医さんですね、のリーダーの方とお話をさせていただき、施設を案内していただき、
日本ではやってない大変いろんな、なるほどと思う仕掛け取り組みがありました。そのものを勉強してくると同時に、私たちの動物園の、支援、指導をお願いをしてきたところです。これからまた、市役所の中でよく議論しまして、動植物公園の担当者たちをどういうふうに、減収するか、それから、造舎の建て直し等にあたってのプロジェクトをどういうふうに進めるかということの大いに、力になっていただけるものというふうに確信をしてまいりました。そこまでで翌日は朝早くから移動して帰ってきて、4日の朝、当初の予定よりは20分ぐらい遅れたんですかね、9時過ぎに、無事、中部国際空港に降り立つことができました。以上で、ございます。私からの挨拶は以上で終わらせていただきます。